じゃあ逆にさやかが見てなさそうなやつ何がいいかな。ハンターハンターは、いやマジで知らない。マジで、いやまずどんな話だと思う。ハンターハンターというタイトルを聞いて。ハンター×ハンターですよね。ハンター×ハンター。能力系ですか。まあまあまあそうだね。何を目指すと思う。国を統治する。いや違いますね。どれが主人公だと思う、ね、これですよね。そうゴンね。ゴンって名前なんだ、うん、主人公が何をハンターするのか。ハンターってことは狩るってことですよね。そういうことです。ドラゴンボールみたいになんか7個集めれば願えるかなみたいな。本当に最初の設定的にはもうある一つのねものを目的があるんですよ。生き別れた妹を探す。あー惜しい。嘘惜しい。そんな感じそんな感じ。嘘やった。妹じゃない。弟。弟でもない。お兄ちゃん。お兄ちゃんでもない。お母さん。お母さんでもない。お父さん。お正解。まあ、生き別れたわけじゃないけど、そのまずお父さん、お父さんがもうすごいハンターなんですよ。この世界のハンターハンター世界の中でめちゃめちゃすごいハンターで、何をハンターするんですか。何でもいいんです。人でも、人でもいい、人でもいいし、そのモンスターでもいいし。あ、モンスターいるんだ。その、もし宝物でもいいし。宝物、うん、世界に1個しかない宝石だ。宝石ハンターもいる。宝刀じゃん。いやいや、そうそうそう。ハンター宝石もあるし、いやでも別にね、それは山に取りに行くでもいいし、だから世界中回って何のハン、いろんなハンターで。それ物を取ることに対していい行為とされてるんですか。取るというか探し出す。それは何のためにみんなハンターするんですか。いや、その自分のためです。そんな世界嫌だな。自分のために。でもそのハンターになるにはまず資格がいるわけです。あ、誰でもハンターになれるわけじゃない。そんなんもね、犯罪ですから。そうですよね。そうそう、まず資格がいるわけ。鬼滅みたいな感じですか。じゃあそこまでの設定は鬼殺隊になるためのその過程みたいな。うん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 。そうね、そうね。だからあの鬼殺隊になるための試験あるじゃん、うん、だからハンター試験みたいなあの、うん、やっぱり。でそことかでこう仲間作って、うん、みたいな。そこで仲間ができる、うん、で結局お父さんは見つかるんですか。どうでしょうか。めちゃくちゃ見つかります。めちゃくちゃ見つかります。めちゃくちゃ見つかります。分かった、実はお父さんで知られてみたいな。いやー悪い人ではない。てか、まず完結してないんで何とも言えないんですけど、私はもう、うん、でも実際会えたの。もう父ちゃん見つけられたのよ、うん。てか、なんで父ちゃんいないの。いや、俺を探し出す、うん、お前もハンターになりたいならまず俺を見つけろ。俺をハンターしろ。そうそうそう、俺をハンターしたらもう一流のハンターに認めてやるぜみたいな。主人公はどういうキャラなんですか。あ、何歳だっけな。現時点では13歳から14歳だと思われる。多分どんなキャラだと。正義感が強い。間違いない。ゴンはもう正義感、もうピュア、正直者。間違いない。自分の気持ちに正直だし。マジで間違いない。正解。じゃあ次この子キルア。その子はめちゃめちゃ顔かっこいい。人気です。ミラ人気。かっこいいもん。イケメン、イケメン。どんなキャラだと思う、キルアは。でも白髪はだいたい頭いいキャラ。あー頭いいね、うん、な気がする。天才肌。はいはい、間違いないって感じ。あ、やっぱり、はい、だいたい合ってます。次レオリオ。レオリオ。お父さんじゃん、この人。お父さんだと思う。お父さんだと思う、この人。全然違いますね。この人何歳、年いってる。レオリオはでも18とかじゃないかな、確か。そう。確か30ぐらいかと思う。18くらいだと思う。どんなキャラ。あのポケモンで言う、あの目細い人。あ、たけし的な。たけし的な立ち位置。ちょっと女の子に弱い。ありますね。すごくね。すごい。すごくね。確かに女子には優しい。何を目指してると思う。弁護士。あー、いい線。警察。裁判官。違う。政治家。違う。先生。あー、違う。じゃあです。
ああ医者か。医者なんですよ。医者を目指しております。はい、クラピカ。クラピカ難しいかな。でも確かに設定終わってるのはなんかガッシュベルっぽい服の色とかガッシュベルっぽくないですか。金髪の色とか。クラピカは分かった。ある野望がある。でも絶対金持ちですよね。ボンボンで何でも許されて甘やかされて育ったわがままな男の子っていう感じする。それどっちかっていうとキラーかな。でもそういうわけ、そんなこともないけど傲慢って。いや、もう逆です。こんな可愛い見た目してめちゃめちゃもう復讐に燃えてる。いいねいいねいい、いいじゃん。めちゃくちゃそうね、まあ、まあ特殊な一族に生まれて、あ、だからそうこういう服装してちょっとね、うんうんうん、簡単に言うと 目に特殊な能力がある一族、うん、そのめちゃめちゃ希少価値が高いから、うん、その村全部を村人その全員その能力持ってるけど、うん、まあ殺されちゃうんですよ。その目を取って、あ価値がありすぎてその目に高く売れる、うん、その村人全員殺されて目だけ取られちゃうみたいな。クラピカだけ生き残ってもう取られちゃった目、その村のね遺族たちの目を回収したい。まあその人たちは戻ってこないけど、そうそうそう、目だけでも、目だけでも回収して、なんならその殺したやつを殺したい、復讐したいっていうの願望に駆られてるのが。じゃあ最後ひそか。これはね、うん、絶対ね、うん、おちゃらけな女ったらしくなんかやばそう女たらしい百戦錬磨手がやばいもん、こうだもんゴッペンがこれやばい全然違いますでもすごい、なんか能力的にはかなり特殊な能力を持った、うん、だってピエロじゃん、うん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 、トランプ。おお正解。もうあ、なんか顔に書いてあるもん、顔に書いてここら辺もなんか見え、ね、そう、トランプ使う。トランプで人殺せるのすごくない顔の中のやつってあるんですか。うん、でもこれはね、あの自分の能力で描いてるだけ。あ、自分でこう化粧して、ね、すっぴんの日の、すっぴんの時マジイケメンだから。あ、すっぴんの時イケメン。そう、いや、めちゃくちゃかっこいい、マジで。はってなる。そう、あと面白いな、そのハンターハンターの作者富樫先生ね、嫁がセーラームーンの作者なんですよ。へぇ、もう最近は嫁が描いてるっていうあ、じゃあちょっとセーラームーン寄りになってるそうそう、なんか、え、なんか可愛いなと思ったら嫁が描いてるっていうところも。へぇ、そこも面白い。いや、ハンターハンターね、まあ、まだ分かってないとこも全然あるから。ハンターハンター好きな人多いからな、マジで。でも多分死ぬまでにもう終わらんと思う、私がね、私が死ぬまでに多分作者が死ぬ作者が死ぬ 100% これはもう言い切れる。ちょっと時間ができたらね、見ようかな。カナダ見ようかないや、カナダマジで見てるし、でみんなのおすすめも教えてくださいね。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おしっこしたい、ね、最後トイレ来てやばい、めっちゃおしっこ漏れそう。じゃあまた、おやすみなさーい。